アメリカンドリーム。その言葉はかつて無限の可能性と希望を約束するものとして数多くの人々の心を捉えてきました。広大な国土、豊かな経済、そして自由と平等の理念が結びつき、それぞれの努力と才能によって誰もが成功をつかむことができるという夢を象徴していました。しかし現代のアメリカではその夢はどこか遠くに隠れてしまったようです。経済の変化や社会の流れが人々の日常生活に深い影響を与え、アメリカのインフレ問題と値上がりはこの夢をつかむことさえ難しくしています。世界が急速に変化する中で、アメリカ経済もその波に押し流されています。パンデミックが経済に大きな打撃を与え、数多くの企業が閉鎖し、数百万人が失業したことで多くの人々の生活が一変しました。政府は緊急経済対策を講じましたが、その影響は一時的なものにとどまらず、インフレや値上がりという形で経済全体に浸透しています。特にインフレ問題は深刻であり、物価の上昇が家計に大きな負担を強いています。食料品、ガソリン、住宅などの生活必需品の価格が高騰し、多くの家庭が経済的な苦境に立たされています。また労働者の賃金が物価上昇に追いつかず、実質的な収入が減少することで生活水準の低下が進んでいます。これに加えて品薄や供給不足といった問題もあります。自動車や家電製品、建材などの大型商品や部品において需要が供給を上回る状況が続き、消費者にとって商品の入手が難しくなっています。食料品や衣料品などの日常消耗品においても供給不足が続き、店頭から商品が消える光景が見られることがあります。このような厳しい状況下で、多くの人々のアメリカンドリームを求める心が薄れつつあるようです。経済的な不安が高まり、多くの人々が希望を失いつつあるのです。今回はアメリカのインフレ問題と値上がりが人々の生活に及ぼす影響に焦点を当て、失われつつあるアメリカンドリームについて一緒に考えていきましょう。経済の変化や社会の動向を理解し、その影響に適切に対処するためには、私たちの正確な情報と冷静な判断が不可欠です。アメリカのインフレ問題は多くの人々の生活に直接的な影響を与えています。物価の上昇が家計に圧力をかけ、日々の生活がますます困難になっています。例えば食料品や住宅、医療費などの必需品の価格上昇は家計に大きな負担をかけています。食料品の値段が上がれば、同じ予算でも買い物をする際に買える量が減り、家計の節約が困難になります。住宅価格の上昇は家賃や住宅ローンの支払いに影響を与え、住宅の安定した生活を望む人々にとっては深刻な問題です。さらに医療費の上昇は医療サービスへのアクセスを制限し、健康上のリスクを増大させることにつながります。特に低所得層や固定収入を得ている人々はインフレの影響を特に強く受けています。彼らは収入の増加や資産の増大によって物価上昇に対応する余裕がなく、経済的な不安や困難化のリスクが高まっています。彼らは家計の支出を抑えるために
厳しい選択を迫られ、生活水準が低下する一方で経済的な不安感が高まっているのです。また値上がりも人々の生活に大きな影響を与えています。家賃や生活必需品の価格の上昇により家計の支出が増加し、生活費の圧迫がさらに進んでいます。また賃金の上昇が物価上昇を追い越せず、実質賃金が低下することで生活水準がさらに悪化しています。このような状況下で多くの人々は経済的な不安やストレスに直面し、アメリカンドリームを追求することがますます困難となっています。彼らは将来への不安を抱え、経済的な不安定な状態に苦しんでいます。このようにインフレと値上がりがアメリカの人々の生活に及ぼす影響は深刻であり、社会全体がこの課題に真剣に向き合う必要があることを示しています。このような状況下で政府や中央銀行はインフレを抑制するための効果的な政策を追求する必要があります。経済の安定と成長を促進するためには、インフレ率を適切な水準に保ち、物価の安定を図ることが不可欠です。そのためには適切な金融政策や財政政策を実施し、需要と供給のバランスを維持することが求められます。また物価上昇の要因を分析し、その原因に対処することも重要です。例えば需要や供給の変動、原材料価格の上昇などさまざまな要因が物価の上昇に影響を与えています。これらの要因に対処することでインフレを抑制し、経済の安定を図ることが可能となります。さらに私たちも自らの生活を守り、将来を見据えた備えを行う必要があります。インフレや値上がりによって家計が圧迫される中で、適切な節約や投資の計画を立てることも重要です。また資産や収入の多様化を図り、リスクを分散することで経済的な安定を確保することもできます。さらに教育やスキルの向上を通じて、将来のキャリアや収入を確保するための準備を行うことも重要です。これらの取り組みによって個々の家庭が経済的な安定を確保し、私たちが再びアメリカンドリームを取り戻す手助けとなるでしょう。政府、中央銀行、市民が協力し、経済の安定と成長を促進するための取り組みを行う必要があります。経済の変化や社会の動向に適切に対処し、個々の家庭が安定した生活を送ることができるよう支援することが重要です。これによって私たちが再びアメリカンドリームを取り戻す道が開けるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。